最悪じゃん。どうしました？風落としちゃったんだよ。あれ。落としてそのまま今ここで食べるんですか？そんなないよ。フライパン鳴ってんですか。洗い物やってんですか。ミートソース作り終わっちゃったよ。上にあるよ。ミートソースとか作るんですか。まあね、買うと高いからね。でもミートソースって。ちょっとそこを見に行かしたら生意気ですね。